シグレ殿シグレ殿は、京都市京区にあった、公益財団法人小倉百人一首文化財団が、設立、運営していた小倉百人一首をテーマとした展示、信仰のための施設。藤原定家が百人一首を選んだ地、小倉山の麓と、嵐山の渡月橋の近くに建設された。2017年3月21日に、改装のため閉館し、 2018年11月1日に、佐賀嵐山文化館と名称を改め、リニューアルをオープンした。技術面では、任天堂が支援し、建築費用21億円は、元財団理事長で任天堂相談役の山内、広司個人が負担、さらに代表取締役専務の宮本茂が、プロデュースを行った。建物は1階が、体験展示施設で、2階は、資料展示。 競技カルタ用の大広間となっており、体感による100人一種の世界を楽しめる。オープン当初はデジタル映像技術や携帯端末などハイテク機器を使用した100人一種のテーマパークといった趣向が大きく、1階床面には45インチのシャープ製フルスペックハイビジョン液晶ディスプレイが70枚敷き詰められた任天堂フロアビジョンでカルタや京都の空中写真を表示した。 また、65インチ液晶に投影される、カジンタッチとバーチャルカルタ通り対戦ができる、体感カルタ五番勝負などの展示もあった。Nintendo DS からボタン類を取り除き、タッチパネルで操作する携帯端末、シグレードのナビが前述のカルタなどに利用されていた。なお、フロアビジョンの設置や、携帯端末との無線通信の関係で、1階には、 ペースメーカーご使用の方の入場はご遠慮ください、という旨の注意書きがされていた。2012年3月17日に上記の展示はすべて撤去された。2012年のリニューアル後は、100人一首の博物館としての要素を全面に出し、河川100人や歌の場面を人形やジオラマで再現した展示、100人一首にまつわる企画展や公演、ワークショップ、 平安時代の小族の体験、周辺の火火巡りなどの観光情報案内も扱う。それと同時に、役員から任天堂関係者がいなくなり、京都商工会議所や神社、仏閣等の関係者が多くを占めるようになった。2017年に施設を運営する財団理事長に、アイフル創業者の福田義孝が就任し、資材を投じてリニューアルすることになった。 2017年3月21日から大規模、改装工事のため休館し、2018年11月1日より、佐賀嵐山文化館と名称を改め、リニューアルをオープンした。リニューアル後は100人一首を紹介する、常設展に加え、年4回開催される、企画展にて、日本画や書、俳句などの紹介を行っている。2020年時点で、福田の娘で、 福田美術館館長の川畑光介が運営財団の専務理事を務めている。京都府京都市右京区佐賀天竜でラススキノババ城11。ありがとうございます。